もう仕事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 ばっかりでストレスたまる。抜け毛しちゃいそうよ。でも頑張らないと。美食殿のみんなと一緒に行く魅惑の南国ツアーとやらは3泊4日って話だもんね。でも私クソ忙しい公務員だし、そんな日数いきなり休ませてもらえないもん。前倒しで4日分、最低でも2日分ぐらいは仕事をやっつけときたいわ。せめて2日分先に片付けておけば、初日は職場から直行で海に行って現地で合流、最終日は海から直帰で職場に向かって仕事をこなせばなんとかなる。私の仕事は他の誰かに代わってもらえるものじゃないし、4日分も穴を開けられないもん。陛下に怒られちゃう。最悪死ぬほどお仕置きされるわ。想像しただけで寒気がする。でも他のみんなが海でワイワイ楽しんでくるのに私だけ参加できないなんてのは我慢できないし、気の合う仲間と海水浴とかめちゃくちゃ楽しそうだし、そういうのちょっと憧れてたりするし、絶対絶対参加するわよ。そのためにも1に仕事、2に仕事、3子も仕事で5も仕事よ。頑張ろう。びっくりした。急に声をかけないでくれる。殺すぞ。で、あれ、こんばんは。あんた何してるのこんなところで。バイト先からの帰り道なの。こっちを通ると近道になるって。この辺警備が厳重だから、うろうろしてるとしょっぴかれるわよ。まあいいけどさ、どこを歩こうがあんたの自由だもんね。お、珍しく気を使うじゃない。そうよ、元気がないの。疲れてるのよ。あんたの相手をするのも億劫のぐらいだわ。まあいいわ、あんたのことなんかどうでも。私は忙しいのよ。これから王宮内にある職場に戻って残業するつもりだし、そのために晩ご飯がてら繁華街まで夜食を買いに行ったりしてたもん。今はその帰り、しばらくは自宅にも戻らず仕事漬けよ。時期っていうか、なんか近頃ランドソル周辺でおかしな出来事が頻発するようになってるのよ。新種の魔物が出現したり、説明がつかない異変が発生したり、近所にあるマルジェン海岸でも漁獲量が激減したり、海の魔物が暴れたりしてるみたい。私たちが行くのは南国の海ってことだから、まあ関係ないだろうけど、対応せずに放置するわけにもいかないでしょ。いろんな役所に連絡したり対応策を練ったり、その度に大量の書類が出て確認するだけで一仕事なのよ。私は秘書みたいな職についてるから、そういう書類仕事ばっかりやってるんだけどね。単純に量がものすごくって、書類の山で生き埋めになりそうよ。まあなんとか魅惑の南国ツアーの当日までには大体片付けるつもりだけど。バーカ、王宮の書類には機密事項ばっかり記載されてるのよ。あんたみたいな無関係な一般人に触らせるわけないでしょ。でもまあそんな風に言ってくれるだけで嬉しい。あんたってほんとバカみたいにいいやつよね。私は大丈夫だから。あんたはさっさと帰りなさいよ。お家でコロスケとかが待ってるんでしょ。あんないい子を寂しがらせたら天罰が当たるわよ。じゃね、話せてよかった。ちょうどいい息抜きになったわ。バイバイ。きっと次に会うのは南の海ね。さあさあ、やってきましたよ、魅惑の南国ツアー。青い海、白い砂浜、輝く太陽、そして不機嫌なキャルちゃん。
ちょっとちょっと、どうしたんですかキャルちゃん。テンション上げていきましょう。暗い顔をしてたらお日様に笑われちゃいますよ。さてはお腹が空いたのでしょう、キャル様。もうじきお昼時ですしね。美食伝として活動をしていると強制的に胃袋が拡張されてしまうので、私も近頃恥ずかしながらよくお腹の虫が鳴ってしまいます。海辺にご飯を食べる場所があるか定かではなかったので、私主様と一緒にたっぷりお弁当を作ってきたのですよ。はい、主様、近頃料理を頑張ってらっしゃるのですよ。サレンディア救護院では交代で家事をするので、自然といろいろ上達いたしますね。おお、夫婦じゃなくて仲良し主従の共同作業なんですね。食べるのが楽しみです。はい、人泳ぎする前にまずは腹ごしらえをしましょうか。でも物の本によると、泳ぐ前にご飯を食べると重みで沈んでしまうから良くないとも。なんでよ！びっくりした！急に大声を出さないでくださいよ！心臓が止まるかと思いました。あんたの心臓がどうなろうと知ったこっちゃないわよ。それより何よこれ、魅惑の南国ツアーなんじゃなかったの？ここマルジェン海岸じゃん、思いっきり地元じゃん。どんな素敵な南国リゾートなのかしらってワクワクして期待に胸を膨らませてたのに。くっそー。そういえば福引きを担当してたカリンのやつが、役所は財政なんって言ってたわね。あれが伏線か、まんまとしてやられたわ。一等賞の豪華景品とか歌っておいて、お安く地元で済ませやがって。ここ近所だし、わざわざご招待されなくても普通に歩いて来られるわよ。ああ、そこが引っかかって浮かない顔をしてたんですね。別に近所でもいいじゃないですか、綺麗な海ですよ。はい、カリン様は嘘はおっしゃっていませんしね。位置的にここはランドソルの南ですから、まあ南国ではあります。それに確か宿泊場所も無料になるんでしょ。実費で海に来るよりはお安く済むのでは。別に損をしたわけじゃないですし、そこまで怒らなくても。そういう問題じゃない、騙されたことそのものが腹立つのよ。まあ騙されたっていうか、こっちが勝手に勘違いして期待してバカを見たわけだけど。それだけキャル様が今回の旅行を楽しみにしてくださっていたということで、私むしろなんだかありがたい気持ちになりますけれど、せっかくの海でございます。プリプリ怒って過ごすのはもったいないかと思いますよ。楽しみましょうキャル様。3泊4日、短い間ではございますが、どうかよろしくお願いいたします。皆様とお泊まりできるというだけで、私なんだか胸が躍ります。まあそうね、ぐちぐち言ってても仕方ないか。この分だとどうせその無料の宿泊施設とやらもろくなもんじゃないだろうけど。海は海よ、楽しいバカンスよ。アホになって楽しんでやろうじゃない。まあまあまあ。キャルちゃん逆ギレ気味に海に向かっちゃいましたね。はい、そういえば食事は人泳ぎした後でということで構わないのでしょうか。ペコリーノ様、我慢できます？あ、今回は大丈夫です。私そんなにお腹は空かないと思いますので。ん？おーい、何やってんのよ。あんたたちも泳ぎなさいよ。なぜか観光シーズンなのに他に客もいないしさ、あたしたちの貸し切りよ。広い海に一人でポツンと浮かんでると無性に寂しいから、さっさと来い。
意外と寂しがり屋さんですよね、キャルちゃんは。よし、今行きますよ、キャルちゃん。そして抱きしめてあげちゃいます。まずは準備運動。1、2、3、ドッポーン。ああ、もっとちゃんと準備運動をすべきかと思います。ライフセーバー的な方も見当たりませんし、溺れても誰も救助できませんよ。私、海は初めてで、主様も記憶喪失ですし、泳ぎには自信がないのでございます。ああ、大丈夫大丈夫。万が一溺れても私が魔法でちょちょいのちょいって救助してあげるから。おお、さすがキャル様、頼りになります。キャル様は本当に魔法が得意なのですね。このような海でも使える魔法を習得しているとは感心いたします。多種多様な魔法を自在に操りますよね。ああ、っていうかちょっと事情があって、そういう魔法の練習をしたのよ。すいすいすい、到着。やっほー、キャルちゃん、私も浮き輪に乗せてください。ちょ、こら、乗っかってくんな。沈む沈む。さすがにこんな浮き輪じゃ2人分の体重は支えきれないから。おや、てかキャルちゃん、この浮き輪とかビーチボールとかどっから出てきたんです？あ、よく見たら飲み物もありますね。このぐらいで驚いてんじゃねえわよ。私の腕輪にいくつか必要そうなものを仕込んでてさ、必要に応じて魔法で取り出せるようになってんのよ。へえ、本当に魔法って便利なんですね。やばいですね。ふん、便利なことができるようになるためには血の滲むような努力が必要なんだけどね。努力家ですよね、キャルちゃんは。いい子いい子。飲み物を一口ください。暑いんで喉が渇いちゃいました。顔を近づけてくんな。てか沈むから乗っかってくんなって言ってんでしょ。よるなよるな、あっち行け暑苦しい。ちょっとコロスケ、何をもたもたしてんのよ。さっさとこっちに来てこのアホを引っぺがして。はい、キャル様を寂しがらせないように私たちが参ります。最初は安上がりな貧乏旅行だと思ってテンション下がったけど、意外と楽しいじゃない。頑張って仕事を早めに片付けて時間を作った甲斐があったわ。ゴミゴミした街中から離れて海辺でのんびり過ごすのもおつなもんよね。ただ予想外に魔力を消費しすぎたわ。私だけじゃなく、あいつやコロスケまで泳げないとは思わないもん。あいつらに水中散歩をさせてやるために特別なオリジナル魔法とかかけてやったし、あれまだ開発段階で魔力消費の効率が悪いのよね。魔力切れで全身が気だるいわ。いいけど、コロスケたち楽しそうだったし、全校を積んでいい気分ね。3泊4日この調子で心穏やかに過ごせたらいいな。飲み物を買ってきましたよ。キャルちゃんが魔法で腕輪に収納してるっていう飲み物はなくなっちゃったみたいなので、新しく入手してきました。ほらほら、昼ぐらいからそこに海の家が開店してて、焼きそばとかトロピカルドリンクとか売ってたんですよ。やばいですね。こら、ペコリーヌ、しー、コロスケが寝てんのよ、あんまり騒がないでくれる？そう、そう、え、おっと、
ちゃん、キャルちゃんの膝枕でおねんねしてるんですね。かわいい寝顔。いやーん、ほっぺたぷにぷにですね。ツンツンしちゃおう、ツンツン。やめんか、こいつ慣れない海で疲れてるんでしょ。ゆっくり休ませてあげましょう。うん、はい、はい、主様。あ、あれ、私眠っておりましたか。あー、ほら起きちゃった。ごめんね、コロスケ、寝直してもいいわよ。あ、え、私キャル様のお膝の上で。大変失礼いたしました。キャル様、触れられることがお嫌いでしょうに。いいのよ、ガキが気使わなくても。あんたたちなら別に嫌じゃないしさ。お、聞きましたよ。じゃ、私もお言葉に甘えてたっぷりハグしちゃいます。キューキュー。ごめん、訂正するわ。あんたは普通にうざいから触んな。ひどい。でもキャルちゃんは最初に出会った頃に比べたらすっごいテレッテレになりましたよね。この調子なら数ヶ月もすれば自分から抱っこをせがむようになるに違いない。その時が来たらたっぷりギュッてしちゃいますね。そんな未来は永遠に来ないわよ、アホリーヌ。アホリーヌ、アホのペコリーヌの略。ねえ、あだ名をさらに変形させたらわけわかんないですよ。でもほんと、こういう軽口も叩けるようになって嬉しいです。最初の頃はキャルちゃん、たまに怖かったですよ。そうかしら。別に、あんたたちと出会ってからそんなに自分が変わったような感じはしないんだけど。変わりましたよ、ずいぶんね。あ、あんたもペコリーヌと一緒に飲み物とか買いに行ってたの。ご苦労、私に貢ぎ物を献上しなさい。コロスケが膝の上で寝上がるからさ、動けなくて。ビーチパラソルの下に避難することもできずに、もろに日差しを浴び続けて脱水症状になりそうなのよ。ほら早くしてよ、ぼーっとしてないで飲み物をよこして。何すんのよ、どちくしょうが。殺すぞ。あんたたまに意味不明な行動をするわよね。記憶喪失だから常識がないって言い訳がいつまでも通じると思ってんじゃないわよ。は、脱水症状だって言うから心配して水を浴びせた。ああ、ぶっかけてきたのはこれミネラルウォーターね。トロピカルドリンクだけじゃなく普通の水も買ってきたんだ。確かにほてった肌に水を浴びてスーッとしたけど、できれば水は普通に飲みたかったわ。心配してくれたんだったら文句も言いづらいけどさ。お二人とも仲良しで結構でございますが、程よく休めましたし、日が高いうちにもう少し泳いだりしませんか。おお、ちっちゃい子は元気ですね。行きましょう行きましょう、海が私たちを呼んでますよ。あー、ごめん、私はもうちょい休みたいわ。あんたたちだけで行ってきなさいよ、私はここで見てるから。仲間外れにするみたいでちょっぴり嫌な感じですね。仲間外れにされたなんて思わないから。行った行った、あんたたち前衛と違って魔法使いは体力ないのよ。魔力も切れてぐったりしてるしさ。大丈夫、もうちょい休んだらすぐ合流するから。私も正直まだまだ海を満喫したい気分だし。
ちゃってたわ。しくった。日焼け止めとかしてなかったし、全身こんがり日差しに炙られてお風呂に入れなくなっちゃいそう。でもまあ、日焼けも軽度の火傷みたいなもんだし、最悪回復魔法で治せるでしょう。はあ、しかし変な時間に寝ちゃったから頭が重たいわ。どんぐらい寝てたのかしら。せっかくの楽しい海水浴なのにね、寝過ごしちゃったらもったいないじゃないの。でも思ったよりも体力も魔力も消耗したのよね。この魅惑の南国ツアーに参加するために睡眠時間とか削って仕事を頑張ったし、おかげで睡眠不足でぐっすり熟睡しちゃったっぽい。アホらしい。遠足が楽しみすぎて夜眠れなかったガキンチョか。ん？ああ、おはよう。あんた何してんのよ、そんな波打ち際で一人ぼっちで。他の二人、ペコリーヌとコロスケは？入江に？コロスケのためにペコリーヌが泳ぎ方を教えてあげてるの。入江は適度に浅瀬だし、波も入ってこないから睡蓮に最適。なるほど。でもあんたは一緒に行かなくてよかったの？あんたも記憶喪失で泳ぎ方を忘れちゃってるんでしょ。ああ、眠ってる私を置き去りにするわけにもいかなかったのかしらね。だからあんただけ残って見守ってくれてた感じ。寝てる間は無防備だしね。なぜか海辺は人気がないとはいえ、変質者とか魔物とかが出てこないとも限らないし。じゃあ感謝しとくべきね。でもな、なんか素直にありがとうとか言うのも気恥ずかしいわ。ミネラルウォーター買ってきてくれたの？助かるわ。寝てるだけでも汗かくってのに、この炎天下だしね。ずいぶん水分を失っちゃったっぽいから喉がカラカラだったのよ。気が利くじゃない。よしよし、褒めて使わす。じゃなくて、ちゃんとありがとうって言わなきゃ。あのさ、いろいろそのありがとう。びっくりした。なんで急に光ってんのよあんた。まぶしい。なんなのよもう。人が珍しく素直に感謝してやろうと思ったのに、脈絡なく光ってんじゃないわよ。意味わかんない。ふんふん、どれにしようかな。やっぱりこれちょっと大胆すぎて、こんな値段すんの。買えるかしら。手持ちどれだけあったっけ。ひふみ、微妙。ここでお金を使い切っちゃったら本末転倒だし。でも学校指定のすくみずじゃ周りのみんなにバカにされちゃうわ。団長の思いでお店の程度を落としてもっと安いのが売ってる量販店に行こうかしら。まったく、もうママがお金を出してくれたらこんなに悩まなくても済んだのに。ん？あれ、おーい、ちょっとそこの薄らトンカチ、あんたみたいなのがなんでこんなおしゃれな界隈を歩いてんのよ。場違いにも程があるわ。へえ、あんたこの辺に住んでんの。そういや椿ヶ丘高校の制服ね。ま、あんたのことなんかどうでもいいけど、それよりさ、ちょうどいいところで会ったわ。あんた金貸してくんない？私今度中学校の修学旅行でさ、沖縄に行くんだけど、そのために水着を買いに来たわけよ。修学旅行、水着も含めて服装は自由だって話だから、おしゃれしたいじゃない。
他のみんなも気合を入れてきそうだし、私も負けらんないのよ。でも手持ちが足りなくてさ、値段のせいで選択肢がすっごい狭まっちゃってるのよ。一番いいの選びたいのに。ってことで金貸してくんない？後で返すからさ。ほんとほんと、ダメ？そうよね、友達でもないよくわからん中学生のガキに金なんか貸さないか。いくらあんたがお人よしでもね。いいけど、ちょっと行ってみただけだし。チェ、そう都合のいい話はないか。まあいいわ。あんた今時間ある？よかったら一緒に水着を選んでくれない？周りを見てよ。この店カップルだらけで、一人でいると無性に居心地が悪いのよ。あと長時間水着を選んでたら何がいいのか分かんなくなったし。いいでしょ、そんぐらい付き合ってよ。他に用事があるなら別に強制はしないけどさ。あ、なんか微妙に上から目線ね。別にいいけど。じゃあ聞くけど、この辺にある水着でどれが一番私に似合うと思う？え、これ？可愛いけどガキっぽすぎない？つうか普通に子供用でしょこれ。あんた大人用と子供用の見分けもつかないの？それとも私がガキっぽいって言いたいわけ？ああでもない、こうでもない。ダメだわ、こりゃ決まりそうにないわね。あんたってセンスないのね。さては彼女とかいないでしょ。いかにもモテなさそうだもんね。あ、ちゃん付けで呼んでんじゃねえわよ。あたしらは友達か？違うでしょ。あたしもまあ彼氏はいないけど、好きっていうか憧れの人はいるのよ。うん、前にも言ったかもしんないけど、千里真奈様、恋愛って感じでもなくて、一回り以上は年も違うし、あっちはあたしのことなんか知りもしないんだろうけど。あんたなんかじゃなくてマナ様と一緒に水着とか選べたらよかったのに。なんてね、せっかく親身になって付き合ってくれたのにこんなこと言っちゃダメよね。ごめんごめん、私どうも性格が悪くて困るわ。は？どういう理屈でそんな風に思うわけ？私は見たままの世間の爪弾き者のチンピラよ。おっと、もう塾の時間だわ。私行くわね。水着は後日、親に相談してどうにかお金をもらって上等なやつを選んで買うわ。一応今日聞いたあんたの意見も参考にしつつ。じゃね。今日はその、くそ、お礼を言うのって苦手だわ。性格悪いって言うのよ、私。はい、お疲れ様。あんたが今見ていたのは夢みたいなものよ。起きたら全部忘れちゃうわ。しかしまあ、今回のキルヤちゃんは割とご機嫌だったわね。いつもは会うたびに罵詈雑言を浴びせてくるでしょ。よっぽど修学旅行が楽しみで浮かれてたんでしょうね。なんか年相応に子供っぽくて微笑ましかったわ。でも私は知ってるけど、結局キルヤちゃんは修学旅行に参加できなかったみたい。あの子の親がね、修学旅行のための積み立て金をケチってたみたいで、水着のためにお金を出してほしいって相談したら、その事実を知ってキルヤちゃんここからものすごく荒れるのよ。まあそんな話あんたに言っても仕方ないだろうけど。ねえキルヤちゃん、
本当にワクワクしながら水着を選んでたわね。こっちのギャルちゃんもきっと今回も同じようにしてたと思うのよ。楽しみにして大はしゃぎで水着を選んで、あっちの修学旅行と違ってこっちではちゃんと気の合う仲間と一緒に旅行ができてる。不幸中の幸いっていうか、世界が様変わりした結果生まれた奇跡だわ。この幸運を大事にして、どうかあの子を楽しませてあげてね。じゃあね、長々と話してても仕方ないし、今日はこの辺で失礼するわ。また夢で会いましょう。ちょっと、おーい、どうしたのよあんた。砂に足を取られたの？不意にすっ転ぶんだから驚いたでしょ。大丈夫？ん？何？ジロジロ見ないでくれる。はあ？何よいきなり。あんたって脈絡がないのよいつも。つうか可愛いって何よ。似合ってるって言うならまだしもさ、割とかっこよくて大人っぽいのを選んだつもりなんだけど。まあ私はまだ大人っぽいのがバッチリ似合う年齢でもないか。背伸びしちゃった感じで、むしろその辺が逆にガキっぽい。でも一応褒めてくれたってことで、まあ嬉しくなくもないし、一応言ってあげる。褒めてくれてありがとう。ううん、いつもいろいろありがとう。おかげさまで今私結構幸せよ。